阪神育成ベタンセス来日最速帯158キロウエスタンリーグオリックスに4阪神27日杉本昌司 BS 阪神育成1年目の補正ベタンセス投手24が来日最速帯の158キロをマークした。2軍オリックス戦で6回に3番手で登板、9番堀江の3球目に158キロを投げ込むなど打者4人を1安打無失点に抑え4試合連続無失点とした和田二軍監督は、まっすぐもだんだん上がってきている、あとはしっかりとコントロールできるようになると面白い存在になってくる、と目を細めた。密かにかなり注目してる。今月末の支配下登録しても良いのでは。ハルトとともに打線が打てないなら徹底的に投手陣を固めるのも手。キリシキ、ゲラ、岩崎は登板肩気味だし、後半戦のジョーカーとしての起用もあり、ベタンセスは負けたらゲラ以上になるクローザー候補よ。かなり面白い存在だよね。でもまだまだ球が速いだけで決め球、セットポジション等課題は山積みだよ。2軍の打者相手でさえ打たれ出すと止まらない。結果の防御率だし。本人は最速 160km 行きたいみたいなこと言ってなかったっけ。いずれにせよ課題はまだまだ山積みだろうから、あまり慌てすぎは良くないよ。戦力になりたいという気持ちはわかる。7月末までの支配下登録に誰がなるか、枠は5つ余裕がある。ベタンセス投手、川原投手、もちろん高橋ハルト投手にその枠のチャンスがありそうです。当てたらあかんよ。ジョーカー出すのはタイミングが大事や。オールスター後はピッチャーもバッターも顔ぶれ変えてくるよ。勝負を9月、それまで慌てたらあかんよ。支配下の期限に間に合わないでしょ。確か24歳でむちゃくちゃ若いわけじゃないので、できるだけ早く支配下に上がりたい。158キロといっても今は棒球なら打たれるから、キレとコントロールがどこまであるからな。和田さん、コントロール、クイック、投内連携、これができるようになる。来シーズンは面白い存在でしょ。ベタンセスはコントロール悪すぎるんがな。マルティネスの方は球種も豊富でコントロールは問題ないから、こっちの方が期待できる。やることはまだまだあるけど、うまく育成できれば抑えを任せられそう。時間はかかるかもだけど。ドリスが徳島のプリツリーグにいる。とりあえずベタンセスは支配下登録すべき。支配下登録をうずめよう。いやいや、スピードは出てるけど2軍レベルでも簡単に打たれてるよね。例えるならコントロールのないゲラかな。ドラフト1位が TJ 手術で、2位が売りの球速が出ていないからね。育成から這い上がってくれれば儲け物。名称は誰かが認めるなら間違いはないと思う。支配下登録が待ち遠しいですね。スピードで勝負できるなら、あとはスプリット投げれたらいけると思う。面白い存在になってくるっていうより、和よ支配下にしたらペターセス、ハルト、川原の3名支配下即一軍、大竹、村上、梶谷は2軍で出直してこい。投球回数と同じ支球数ではリリーフなら支球出すタイプは避けてほしい。今の時代速球よりも制球力、ストライクを取れるボールがあるかないか。阪神の投手は一流、打者は三流。新外国人野手が欲しいのよ。打つ子をなんとかせい。ジャーケラー残しとこうよって思ってしまう。コントロールできてないんか。外国人野手を取れ。掘り出し物か。来年やな。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。